反応器の内部反応器とは、化学物質の製造過程において、化学反応を行わせる装置を指す。反応器の設計を扱う分野として、化学工学には、反応工学と呼ばれる分野がある。反応器への原料投入と生成物回収の仕方により、反応器は解分式と連続式に対別できる。解分式とは、投入、反応、回収の工程が、 順番に一つずつ行われ、それらをセットとして回数として数えられる反応器である。実験室における多くの反応器、フラスコやビーカーはこれに当たる。一方、連続式とは、投入、反応、回収をすべて同時に行い、操作に途切れ目のない反応器である。秘近な例で説明をすると、バスタブに水を張り、そこに水を注ぎながら、 同時に線を抜いた状態を指す。工業的には圧倒的にこちらの方がよく用いられる。管型反応器とは、管の中を流体を流しながら反応させる形式の反応器である。一方、層型反応器は核反応の中で反応を起こさせる形式の反応器である。管型反応器を回分操作することは現実的にあり得ないので、反応器は 実際には海分反応器、管型反応器、連続層型反応器の3種類に分けられる。反応機内の流体の流れには、完全混合流れと押し出し流れの2つの理想的なモデルが存在する。完全混合流れは、反応機内の成分が完全に均一であり、供給した原料が一瞬の時間も置かず均一な状態へ混合される、モデルである。完全混合では、 出口流体の蘇生と反応器内部の物質の蘇生が等しい。押し出し流れは供給された原料がそれ以前や以後に供給された原料と一切交わることなく反応流体がまるでピストンで押し出されていくように流れる反応器のことである。そのため押し出し流れはピストン流れとも呼ばれる。どちらも理想のモデルであり、 現実の反応器はすべてこの二つの間にある。多くの反応は一次反応で記述され、その場合、高い減量濃度を保持したままでいられる押し出し流れの方が反応器として高い効率を得られる。化学反応には、ほとんどの場合触媒を使うため、反応器内で触媒を探示し続けるために、様々な機構が考案されている。固定層反応器は、粒状触媒を、 網目状の床に端示するタイプの反応器である。低コストで実現できる反面、触媒流径が大きいため触媒の活性が低く、また通過する流体の圧力損失が大きい。流動層反応器は、粉体状の触媒の中を気体が泡のように吹き出すよう設計された反応器である。粉粒症反応器は、反応流体内を粉体触媒が見学する反応器である。 反応効率が良い反面、触媒回収が難しい。ありがとうございます。